どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。今私はですね、羽田空港の京急の駅のホームにいるわけなんですけども、本日からですね、ANA ダイヤモンドショーをやっていきたいというふうに思います。いや、とうとう来ましたね。今日はですね、4月の17日ということで、本来は5月のね、ゴールデンウィーク明けぐらいからね始めようと思ってたんですけども、残念ながらですね、初っ端から欠航案内が来まして、振り替えがね、来てしまいましたので、もういいかなと思いまして、4月の、ね、17日本日からですねスタートしていきたいというふうに思います。でですね、今日ですね、4月の17日土曜日で、明日18日日曜日なんですけども、この2日間でですね、羽田から沖縄、沖縄から石垣島、これをね往復2日間ねやっていきたいというふうに思います。いやー、完全に修行ですね。2日間とも羽田を経由して石垣島ね往復していきたいなというふうに思います。でですね、この ANA のねマスク映ってるかな、 ANA のマスクなんですけども、非常にねこれね L サイズで、サイズがでかくてですね、これメガネをしてないとですね落ちてきちゃうんですよね。ということなんで、今回はですねちょっとメガネをねつけながら、動画ねやっていきたいと思いますので、この手はねご了承ください。で、今回はですね、バリュートランジット28で航空券ね押さえておりまして、羽田、沖縄、沖縄から石垣島っていう感じで往復ねやっていきたいと思います。まあね、ちょっと私のね動画では、機内とかねほとんど喋ったりしてないんですけども、それもね様子見ながらねやっていきたいなというふうに思っております。で、今ですね朝の6時前ぐらいで、これからですね早速チェックインねしていきたいなというふうに思っておりまして、まあできればですねプレミアムクラスにねアップグレードポイントでねアップグレードねしたいなと思ってるんですけども、まあ今ねプレミアムポイント2倍キャンペーン来てますので、まあおそらくねほぼ無理だと思ってますけども、もしできたらねアップグレードしていきたいなと思っております。それでは早速チェックインだけねしていきたいと思います。それではね、出発ロビーに来たんですけども、どうですかね、思ったよりお客さんいますかね。もうちょっと少ないかなと思ったんですけども、で今ね、今朝の6時でフライトが7時25分発ということですんで、ちょっとね時間がありますんで、展望台の方にねちょっと行きたいと思います。さあ、無事にたどり着けるのか。実はいつもね時間があれば展望台見に行きたいなと思いながら、いつもね展望台行ってないんですよね。せっかくなんでね行きたいと思います。まだねお店等々もほとんどまだやってないですしね。でですね、今日ね天気悪いんですよ。ですんで、まあ展望台行ったとしてもですね、あんまり綺麗にね見えないかなと思うんですけども、ちょっと見てみたいなと思って行ってみたいと思います。まあね、6時半にはね制限エリア通過したいなと思ってるんですけど、あとね20分ぐらいありますんで、まあちゃちゃっとね行きたいと思います。いや、空港に来るとね本当に国際線に乗りたくなりますね。本当に早く行きたい。あ、見えます？展望デッキやってないですね。いや、これは超誤算。あ、朝の時間とかって開いてないんですかね。いや、これは残念ですね。はい、ということで搭乗ゲートに向かいましょう。いや、まさかでしたね。時間があるのかな、ちょっと時間とか空いてると思って調べてこなかったんですけど、時間とかがあるのかもしれないですね。展望デッキもこれですね。今6時12分、6時半からじゃないとやってないんですね。いや、これは知らなかった。ということで行きましょう。残念、時間があった時に行きたいと思います。ということで制限エリアに行きましょう。それはですね、チェックインしていきたいなと思います。今回もね、こちらで映ってますかね、 ANA スイッチチェックイン、こちらでねチェックインしていきたいなと思います。それでねチェックインしました。やっぱりね早く来ないとダメですね。まあ、今回ね私は結構早めに来てたんでよかったんですけども、20分ぐらいはね待ちましたね。待ちましたっていうのはなんかね、私の取ってた便が、まあ、今回ね、振り替えでね、今日になってるわけなんですけども、その振り替えのねやつで、エラーがね起きてるということで、なかなかね発見、頑張ってやってくれてたんですけど、なかなかできなかったみたいで、20分ぐらいねカウンターの前にいましたね。まあ、こういうこともねありますんで、早めにね空港ね到着しておいた方がいいですね。で今ね、搭乗が7時25分
踏んで、まあ、7時ぐらいにはね搭乗口ね行きたいと思いますんで、あと20分ぐらいね、ANA スイートラウンジでね、まだね朝ごはんを食べておりませんので、ね、おにぎりぐらいね食べたいと思います。それではね行ってきます。で中の方はね、前にもね動画で出させていただいておりますんで、今回はね、省略させていただきます。それでは行ってきます。それでね時間になりましたので、ゲートルもね向かいたいと思います。今回ね 13C という座席ですね。羽田から沖縄ですね行きたいと思います。今回ね59番ゲートということで、結構ね近いところだったんで助かりましたね。本当にね遠いとね、歩いて10分ぐらいかかるんでね、近いのはねありがたいですよね。それでは行きたいと思います。それではねゲートに着きましたので、早速ね乗っていきたいと思います。もうね搭乗開始してるみたいですね。それでは行ってきたいと思います。それではですね搭乗開始してると思ったら、私ねグループ6ということでまだ全然でしたね、ちょっとねここら辺で搭乗開始するまでね待ちたいと思います。いやね思った以上にですね人多いですね。びっくりしました。まあ、あの予約画面の時にもねほぼ満席っていうのはね出ておりましたんで、まあこんなもんかなと思ってたんですけど、実際に見るとね結構びっくりしましたね。いや沖縄行かれる方多いですよね。まあおそらくこの中にもある程度の、修行の方がねいらっしゃるのかなと思います。今グループ1からグループ5番がね、搭乗開始してます。ちょうど隣のところに入る感じですかね。いやいいですね、テンション上がりますね。いやすごい人です、びっくりしましたまあまあ今プレーンポイント2倍キャンペーンですからね、チェックインの時もね、お隣の方がね今日羽田にお戻りですねって言われたんで、私もなんですけど、まあいらっしゃいますよね。それでは行ってきます。それはね、ANA ダイヤモンド州とうとう開始ですね。まあ、国内線でやるの初めてですんで、楽しんでいきたいと思います。
ート着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は33番ゲートに到着する予定です。スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗をお待ちしております。Ladies and gentlemen, we have landed at Naha Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers.This flight will be arriving at gate number 33. Thank you for flying with ANA, a member of the Star Alliance. We look forward to see you again. Thank you. ご案内いたします。前方のドアが開きました。1番から11番にお座りのお客様お降りいただけます。その他のお客様は恐れ入りますが、もうしばらくお待ちください。それではね、沖縄に到着しました。今10時15分ぐらいで、次の便が11時ということで、45分ぐらいしかね乗り継ぎありませんので、急いでね搭乗口行きたいと思います。ひとまずですね、羽田沖縄で今回ねバリュートランジットで撮ってますんで1676プレーンポイントね獲得しております。いやー沖縄ねめちゃくちゃ暑いですね。いや家出たのはね朝だったんで結構寒かったんですけど、まあ沖縄は寒いわけないですよね。沖縄那覇空港ね到着しましたね。こんな感じになってます。いや来ましたね、いつぶりですかね、ダブルツリーバイヒルトン那覇以来ですかね。それね、次の便が ANA1765 便の 2K という座席ですね。こちらはね、なんとプレミアムクラスにアップグレードできましたので、プレミアムクラスでね、行きたいと思います。まあね、飛行時間ね、1時間ぐらいしかないんですけども、その中でね、食事が出るということで、それもね、ちょっと楽しみたいなと思っております。38番ゲートの B ということで、行きたいと思います。それでは行きたいと思います。どうやらねバスで行くみたいですね。搭乗していきたいと思います。石垣行きのお客様ご搭乗ください。ご利用ありがとうございます。実は初めてです、石垣行くということでバスなんですね。ちょっとワクワクしますね。もしかしたらあれですかね、バスで行くっていうことは沖止めなんですかね。ちょっと私も分かんないですけども、いや沖止めだったりですね、飛行機バッチリ見れますからね。プレミアムクラスなんですけど飛行時間1時間ですからね、慌てて食べる感じになりますかね。いやどうなりますかね。 ANA のねマスクね、メガネかけてるとすごいバッチリですね。普通にかけてるとねめちゃくちゃ落ちてくるんですよね。 L サイズを買ったのはねミスでしたね。本当に今もうねだいぶ買えるようになったんで、欲しい方はぜひ。1枚2600円ぐらいしますけどね。高い。しばらくあれですかね、乗る人を待ってから行くんですかね。まだ出発しなさそうです。事前のね予約画面見るとそこまでね空席結構目立ってたんで全然満席とかねならないぐらいだと思うんですけど、まあ、定期的に動くんですかね。ちょっとこればっかりは分かんないですね。それではね待ちましょう。
か。そして若干雨が降ってるんですね。それではね、無事登場しました。ボーイング737-800ですね。プレミアムクラスの 2K という座席になってます。いや、プレミアムクラスいいですね。広いです。で、足元はですね、結構広いですね。やっぱりプレミアムクラス広いですね。ヘッドホンとスリッパとね、ボタンが入ってます。で、こちらにね、リクライニングのボタンがね、ありますね。で、上にも、これはあれかな、音量等々やるやつですかね。あと、こっちに USB と AC がついてますね。いやー、広い。めちゃくちゃ広いですね。これで言ったりね、1時間のフライトですけど、楽しみたいと思います。お願いします。させていただくお飲み物のことをお伺いしてもよろしいでしょうか。コーラ。コーラでございます。氷はいかがでしょうか。氷もお願いします。かしこまりました。失礼いたします。それではね、無事離陸することができました。やっぱり天気悪いですね。一気に雲が湧いちゃいましたね。ではね、機内食が始まっちゃいそうなんで、先に座席ね、見ていきたいなと思います。倒しちゃいましょう。リクライニングを思いっきり倒そうとしてます。これは限界ですかね。足の方はまだ伸びてますから、これで限界ですね。いや、これ最高ですね。いや、これ楽ですね。これは最高ですよ。で、私はね、2K ということで、後ろね、いらっしゃらないんで、マックスで倒してもね、迷惑にならないと。いや、いいですね。で、足元はね、こんな感じです。ちょっとコードが見えてて申し訳ないですけど、こんな感じになります。こんな感じです。いや、これもね、いいですね。もう一個伸ばせるのかな。一番伸ばすとこんな感じですね。いや、いいですね。それでは機内食到着しました。こんな感じになってます。こんな感じでね、紙の裏がね、ロシア書きになってます。こんな感じです。で、食事メニューがこんな感じですね。で、アサリご飯、非常に美味しそうですね。あとお味噌汁で、食事と一緒にね、パパ
さにコーラでって言っちゃったんですけど、コーラを注文しました。コーラはまだ来てないです。それではとりあえず短いチャシャッといただいちゃいましょう。ありがとうございました。それでは石垣空港到着しましたね。で滞在時間は多分20分ぐらいだと思いますので速攻ね、搭乗口の方に行きたいと思います。いや新しい空港ってのはいいですね。ワクワクしますね。いやゆっくり見たいけど、まあ、しょうがないですね。
また来ますんで、この石垣空港に一番直近で明日来ますんでね何名の方は多分一緒に戻る方もいらっしゃるんじゃないかななんて思ってるんですけどね、どうでしょうか。ではちょっとね、時間が危ないんで搭乗口行きたいと思います。はい、お願いします。それではですね、そのまま搭乗ゲートに行けると思ったら一回外に出て、でまたね、保安検査場を通ってですね、搭乗ということで今急いでね搭乗口に着きました。もうね、搭乗開始しているのかな、してそうですね。はい、行ってみたいと思います。前回のね、羽田石垣で570
それではですね、今3時過ぎたぐらいなんですけども、いや運航するね飛行機がですね飛ばないかもしれないということで、一回ね ANA スイートラウンジに戻ります。ちょっとねどうなるかわからないですね。もし欠航になってしまったらですね、まあ振り返してね帰る感じになるんですけども、いや厳しいいやね、私動画で結婚に備えてね、ゴールドカードで切るなりねした方がいいですよって言ってたんですけども、私ね完全に忘れてしまって、全額ね ANA スカイコインでね決済してしまってるんですよね、今回の航空券です。んで結婚になったらね保証とか出ないんですよね、国内線は。いやー、やっぱりこういう時のためにですね JCB のゴールドカードを持っててもよかったかもしれないですね。多分持ってたら3万か2万ぐらいはね多分出るんですよね。ひとまずね結論が出るまで ANA スイートラウンジの方でね待ちたいと思います。それでは ANA スイートラウンジね出たわけなんですけど、なんとですね一度欠航っていうアナウンスが流れてですね、一気にざわついて振り返りだってなったんですけど、どうにか動くみたいですね。ありがたいです。今ねアナウンスが流れまして、搭乗ゲートに向かっております。いや本当に良かったですね。いやこれで欠航になったらですね、本日は羽田空港にそばにね宿泊する予定なので良かったですね。それでは搭乗口向かいたいと思います。いや国内線でね天気もいいのにこういうことあるんですね。私は初めてですね。良かったです。いや良かったですね。本当に動くみたいです。事前改札始まりましたね。もうちょっとしたらね、今回私グループ1ということですんで、すぐね案内来るかと思います。では羽田の方に戻ります。いや本当に良かったですね。それでは搭乗していきたいと思います。今回は 31A ということで、後ろの方に座席を取ってます。大丈夫です。それではなんとか登場いたしました。今回は、ボーイング787ですね。こちらになります。登場が始まって良かったですね。こればっかり言ってます、モニターなしということで、足元はねちょっとね、これはこれがあるのでちょっと狭めですね。でモニターなしの USB もね下見たんですけどなかったですね。窓からは翼のちょっと後ろということで、飛行機の翼がバッチリ見える感じですね。で予約のね時はね空席だらけだったんで、そんなに搭乗率多くないと思うんですけど、どうでしょうかね。それはねまだ搭乗したばかりということで、ドア閉まるまでねしばらく待ちたいと思います。ANA では空港および機内において新型コロナウイルス感染拡大防止、またお客様の不安解消のためマスクなどを着用いただくようお願いしています。なお健康上などの理由を除き、マスクなどを着用されたお客様にはご搭乗をお断りする場合がございます。機内環境に向けたご協力をお願いいたします。ご搭乗予定のお客様がお揃いになるまでどうぞもうしばらくお待ちください。出発が遅れ、皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。やはりね、予約の段階でかなり空いておりましたので、結構空席目立ちますね。私の隣もね、こんな感じで隣も隣の隣もね、いらっしゃらないっていう風になりますので、利用する方はね、そこまで多くないのかなと思いますね。皆様、ドアが閉まりました。皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。早めにお座りいただき、シートベルトをお締めください。携帯電話などの電子機器は、機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。
障になった座席のリクライニングとテーブルなどを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。それはね、まもなく着陸ですね。でも私もね、気が付いたらね、もうすでに知ってましたね。もう少ししたらですね、羽田空港に到着ですね。それでは羽田到着しましたね。やっぱり疲れましたね。今回の沖縄羽田フライトでまたね、1676、合計するとですね、4492クレームポイントがね、1日で貯まったという計算になりますね。でまた今回ね、クレームポイント2倍キャンペーン来てますんで、8984クレームポイントがね、1日で貯まったと。いや、すごいですね。このバリュートランジットでね、乗るとやっぱり運賃が少し安いにもかかわらず、クレームポイントがね、たまりやすいということで、やっぱすごいですね。私のね、便と一緒に乗ってる方もね、結構いらっしゃいましたね。知ってる人は知ってるっていう感じですかね。それはね、羽田空港到着しましたので、今日はね、そのままホテルの方に行きたいと思います。ホテルにね、直行しようかなと思ったんですけど、羽田にね、せっかく到着でいるということで、こちらパワーラウンジセントラルっていうクレジットカードラウンジなんですけども、こちらね、到着時でも利用することができるっていう形になりますんで、せっかくなんでね、ちょっとゆっくりしてから行きたいと思います。それでは行ってきます。それではですね、修行の1日目、無事終えました。で、今日ですね、羽田から沖縄、沖縄から石垣、石垣から沖縄、沖縄から羽田ということで、4本ね、飛行機乗ったわけなんですけども、これで8984プレーンポイントね、稼ぐことができたっていう感じなんですよね。まあ1日でですね、
こんだけのプレーンポイントで稼げるっていうのはやっぱり大きいですよね。やはりね、このバリュートランジットっていうのは積算率 75% で、搭乗ポイントがね200ポイントつくということで、まあ、飛行機ね4本ということで、またね今回ね沖縄から羽田便ですね、一回ね欠航になるかどうかみたいなね、そこまでね機材トラブルでなりましたので、まあ、こういうリスクはね、まあ、つきものなんですけども、プレーンポイント稼げるっていうのはねいいんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、価格についてなんですけども、全部の工程で 32,160 円ということで、まあ、これでね、プレーンポイント2倍キャンペーンを入れさせていただくと、1プレーンポイントのね、PP 単価っていうのは 3.5 円ぐらいっていう風になりますんで、まあね、かなりいい方なのではないのかなという風に思います。一般的にはね、プレーンポイント単価ってのは、まあ10切れば、まあいい方っていうぐらいでね、言われておりますので、良かったんじゃないかなという風に思います。こんな感じでね、ダイヤモンド仕様ね1日目終えることができました。それではですね、今日のところは休みたいなというふうに思います。それではですね、また明日です。